あまりの不遇っぷりからユーザー間でネタにされるポケモンが存在するが、公式がそのネタに乗っかってきたケースがあるので紹介していく。ケース1、ポリゴン許され事件。あの有名なポリゴンフラッシュは実はポリゴンが原因で起こった事件ではない。たまたまゲストとして出ていたポリゴンが主犯とされた上に、それ以降のアニメ出演がなくなってしまう。ファンの間ではポリゴンは悪くないとの声が多く上げられていたが、ついに2020年のポケゴンにてポリゴンデーが開催。同時に公式からも、ポリゴンは何も悪くないとの声明が出た。ケース2、フライゴンいじめ事件。フライゴンといえばガブリアスの劣化で有名というのは言うまでもない。しかし、ガブリアスの劣化ながら頑張るフライゴンというのがある意味人気の一つだったと言える。が、2017年時点のポケモン公式 LINE アカウントに、フライゴンと送った場合、ガブリアスの方が強いのと、と返事が返ってくるように。ケース3、沼黒お素材化事件。ドット絵では元気いっぱいな姿だった沼黒だが、3D モデルに変更された際に、なぜか正規がなくなるという事態が発生。あまりの衝撃にファンの間で数多くの沼黒コラが作られた。その人気ぶりに当時ポケモン公式 Twitter から、なんと沼黒の 3D グラフィックの透過素材が配られてしまうなど、正式に公式が認めたネタポケモンとなる。